こんにちはったらこんにちは、いずもです。ここのところダイソーのソーラーガーデンライトやらソーラーセンサーライトとかを分解してきました。このどちらにも炭酸型のニッケル水素電池が1本使われていて、この電池の電力で LED を光らせたりセンサーを動かしたりしていました。この LED もセンサーも実は電池1本の電圧 1.2V では動かないものです。ダイソーの基板はどうにかして本来の電池の電圧よりも高い電圧を作り出し、 LED やセンサーを動かしていました。どうやっていたんでしょうね。今日はそんな話です。では資料を見ていきましょう。では改めまして、電源より高い電圧をどうやって作る、ダイソーのガーデンライトに使われている昇圧回路の仕組みというお話です。よいしょ。改めてこの間分解したガーデンライトの回路図です。ここが電池、ニッケル水素なので 1.2V です。夜の想定なのでソーラーパネルの電圧は0だとします。こっちが LED のノードで、実測したところ 2.7V でした。この回路のたった一つの電源はこの電池です。 1.2V の電池からなんで 2.7V が作られているのでしょう。電池を2つ直列に並べるならともかく、学校で教える電気回路ではそんなことは不可能なはずですよね。その不可能を可能にするのが昇圧回路です。この昇圧回路、どんな仕組みで電池よりも高い電圧を作り出しているのでしょう。さて、昇圧回路とは何でしょう。 AI に聞いてみました。昇圧回路は入力電圧よりも高い電圧を出力する回路です。様々な種類があり、それぞれ異なる原理で動作します。ここでは2種類の昇圧回路について紹介します。まず1つ目はチャージポンプ回路。コンデンサとダイオードを組み合わせたシンプルな回路で、低電圧から中程度の電圧を昇圧するのに適しています。もう1つがスイッチング昇圧回路。スイッチング素子、トランジスタなどを用いて電流を断続的にオンオフすることで高電圧を発生させる回路です。効率が高く広い出力電圧に対応できます。チャージポンプと呼ばれる回路の原理がこれです。すごく単純化しています。基本的にはコンデンサに電圧をかけて、電荷が溜まった後に並べ替えて電圧を上げるという方式です。電池を直列に並べるのと基本的には同じことですが、ダイソーのガーデンライトに使われているのはこちらではありません。では本題のスイッチング昇圧回路について説明していきます。ガーデンライトの回路もそうでしたが、こっちにはコイルが使われていて、このコイルの特性についてちょっと理解する必要があります。コイルは導線をぐるぐる巻いたみたいな形をしています。というか、こういう形状のものをコイルと言います。バネみたいな形ですね。ちょっと難しい言葉を使うと、インダクタンスという特性を大きくするための形状になっています。このコイルに電流を流すと、急に止めようとしても流れ続けようとする性質があります。水がいっぱい溜まった長いホースみたいなものです。ホースの中の水を動かすにせよ止めるにせよ、エネルギーがいりますよね。水の場合は運動エネルギーですけど、コイルの場合は磁界という形でエネルギーを溜め込みます。この磁界という形でエネルギーを溜め込んだコイルは、今度はこのエネルギーを吐き出すことで昇圧動作を行います。先ほどのチャージポンプでは電荷という形でエネルギーを溜め込んでいましたが、コイルの場合は磁界という形でエネルギーを溜め込むところがちょっと難しいところです。話を戻しましょう。ではこのコイルを使ってどうやって昇圧動作をするのでしょう。これガーデンライトの回路を簡略化したものです。電池とコイルとダイオードとコンデンサ、あとスイッチがあります。このスイッチは実は謎の IC の中にあって、必要に応じてオンオフされます。ではフェーズ1です。スイッチがオンされます。コイルに電流が流れて、磁界という形でエネルギーが溜め込まれます。ある程度このエネルギーが溜まったところでスイッチはオフになります。フェーズ2です。
スイッチはオフになりますが、コイルの電流は急には止まりません。磁界として溜まったエネルギーが電流を流し続けようとします。行き場のなくなった電流はこの順方向のダイオードを越えてコンデンサーに流れ込みます。この電流はコイルに溜まったエネルギーが尽きると止まります。コンデンサーの電圧は流れ込んだ電流の分だけ上昇します。この後はフェーズ1とフェーズ2の繰り返しで、コイルにエネルギーを溜め込んではコンデンサーに流し込むという動作を繰り返します。実はほっとくと、このコンデンサーの電圧は延々と上がり続けます。 LT スパイスで先ほどの図を回路にしたのがこれになります。このコンデンサーの電圧を見ながらスイッチの動作をコントロールすると、電圧制御型の DC-DC になります。一番単純なコントロールは、目標電圧に達するとスイッチングをやめる方法です。電力を使って電圧が下がるとまたスイッチングを再開すればいいんです。まあ実際の DC-DC はずっと複雑なコントロールをしています。ちょっと難しい話ですが、 L と C の組み合わせって維持の権威になるので簡単に発信しちゃいます。制御は大変です。ダイソーの回路は多分制御も何もしてません。一定周期でパタパタしているだけだと思います。それでも電圧が決まるのは、負荷として LED がついているからです。先ほどの回路に LED とスイッチをパタパタする信号源を取り付けました。シムったのがこの結果です。電圧は 3V あたりに落ち着きますが、これは LED に流れる電流とダイオードとしての順方向電圧で決まっているだけです。制御なんざ一切していません。昇圧回路と呼ぶのがちょっとためらわれる潔さですが、これがガーデンライトの昇圧回路の中身です。いかがでしょう、なんとなく分かっていただけましたかね。水鉄砲で屋根に一生懸命水を打ち上げていると思ってもらえればいいと思います。で、ここからおまけなんですけど、前半でホースとか水の例えをしたんですが、実は昇圧回路とほとんど同じ原理で水を持ち上げる仕掛けが存在します。これが水撃ポンプの概要図です。これも AI に説明をお願いしました。読み上げてみます。水撃ポンプは水力のみで水の高圧化を行うポンプです。水の流れの運動エネルギーを利用して高所への揚水や灌漑などに用いられます。だそうです。ちょっとその動きについて説明してみます。ある程度の傾斜がある場所でパイプに水を流します。パイプの先に弁があって、これが急にガツンと閉じます。長いパイプの中の水は急には止まれないので、この上向きのパイプに流れ込みます。一旦上に流れた水はここについている弁2で逆流できないようになっています。この弁1で水を流してはせき止めるというのを繰り返すと、水がどんどん上に押し上げられるということみたいです。タンクにはある程度空気が入っていて、衝撃を和らげつつ上向きのパイプへの圧力を保つ役割になっています。ここの導管が回路でいうところのコイル、端っこの弁がスイッチですね。上向きのパイプについている弁2がダイオード、タンクはコンデンサですかね。こうしてみるとかなり昇圧回路に近いと思います。見た目が全く違うものが同じ原理で動いてるって、なんかグッとくるものがありません？ありませんか？そうですか。ちなみに YouTube を検索するといろいろ動画が出てきますので、よかったら見てみてください。というわけで、今週はちょっとイレギュラーに昇圧回路について説明してみました。こういう電圧の変換は様々なところに使われています。電源を入れた時にイーンとかジーッと音がしたら、それは何らかのスイッチング電源が動いている可能性が高いです。ではここまでご視聴ありがとうございました。この動画ためになったなと思われましたら、ぜひ高評価ボタンをお願いします。このチャンネルではこういう電子工作っぽい動画を上げています。また見てみようかなと思われましたら、チャンネル登録もぜひお願いします。次回は今度こそマイコン教室でパッシブブザーを鳴らそうと思っています。ではまた次回よろしくお願いします。